各国の政府や環境団体などで作る国際自然保護連合 IUCN は5日、絶滅の恐れがある野生生物を分類した最新のレッドリストを公表した。今回の改定で、日本固有の爬虫、は虫類の大半にあたる46種のうち、15種が絶滅危惧種に分類された。農地開発や市街地化で、生息域の分断が進んでいるほか、ペット用の捕獲や外来動物による捕食が減少の主要因になっているという。15種のうち、沖縄県の伊平屋、伊江屋、島に生息する、伊平屋とカゲモドキ、久米島に生息する、久米とカゲモドキ、と、菊座と沢蛇の3種は、絶滅の恐れが最も高い、絶滅危惧1A 類に分類された。IUCN のジェーン・スマート生物多様性保全局長は、日本の生物多様性を守る取り組みは十分とは言えない。行政当局や地域住民が現状を正しく認識し、より有効な対策が取られることを期待する、と話した。